ついに、ここまでやってきおったか、神職の虫から、頭が一体の精霊公平に、我が軍がこれほどまでに追い詰められるのだ。しかし、我が力の根源である、ことによって、貴様らの命運も使えるか、地獄の炎に焼き尽くされる前に、貴様らに教えてやる。ここは、 貴様らの惑星とは全く別の文明形態を持つ惑星の遺産によって作られたものなのだ。遥かなる古の時代、私の住んでいた星は、最終戦争によって完全に破壊されてしまった。かろうじて生き延びることのできた我が同胞を引き連れ、我々は宇宙を放浪の旅に出たのだ。しかし、長い放浪のせいで、 我々が貴様らの惑星に目をつける前に、我が同胞のほとんどが死んでしまった。仲間たちを蘇生させるため、我々は比較的文明に進んでいるブライズバラに目をつけた。まず最初に、自分の体を機械化した。仲間たちを復活させるまでに必要な時間を生き延びるための体を手に入れたのだ。そして、 ブライズバラの奴らに我々の技術を与えておき、最終的には我々が住んでいた惑星と同じレベルの技術力を身につけさせ、魔法と精霊などというバカげたものに縛られている貴様らを支配してやろうと思っていたのだが、それも全て水の泡だ。
この償いは貴様らの命でしてもらおうか。なんだこれは、奴らの機械工兵とは違うぞ。ブライズバラを落とした。これでやっと平和な世界が戻ってくるのね。隊長たちも心配しているだろう。早くシーステルに戻ろう。戦い続けてくれ。